リタマジは、大韓民国出身のバスケットボール選手、指導者である。元女子韓国代表監督の定主、元の夫人でもある。高志義孝卒業後、商業銀行を経て1978年に来日し、日本リーグ昇格間もないシャンソン化粧品に加入。1980年までプレー。韓国代表にも選ばれた。引退後は指導者に転じ、 1981年より、信用保証基金のヘッドコーチを務め、1990年にフルスシャンソンに復帰。日本リーグオールジャパンの2冠に導いた。1991年に帰国し、母校のヘッドコーチに就任。全国大会優勝に輝く。1999年からは、竜飛都市大ヘッドコーチとして、ここでも全国大会優勝に導いた。 2001年より富士通レッドウェーブのヘッドコーチに就任。W リーグに定着させ、今日の富士通の基盤を作った。2003年にはコーチオブザイヤーを獲得。2004年、夫が監督を務めるシャンソンのヘッドに復帰。W リーグ連覇に導いた。2006年退任。同年韓国代表コーチに就任。2012年から WKBL。 KDB 生命のヘッドコーチに就任。2014年、i c a w w スヘッドコーチに就任。2016年退団。2020年、シャンソン V マジックのヘッドコーチに就任。ありがとうございます。